こんにちは、着付け教室甘い色、辰巳ひとみです。今日はもうね、なんだろうお遊び動画っていうか、着物って本当にもうこんなに簡単にできてるんだよ、シンプルだよっていう動画をちょっと撮ってみました。生徒さんに見ていただいたら、先生これはね公開してもいいんじゃないっていうことだったので、ちょっと調子に乗って出してみますなんかあーっていうぐらいのノリで見ていただけたら嬉しいです。紐がなくても着物って体に沿うようにできてるっていうのをぜひご覧ください。それではどうぞ、いくよー。簡単でしょ？ジャンプ歩いてもちょっとぐらいなら全然大丈夫です。ほら紐はありません。はい、楽しいですよね。いかがでしたでしょうか。一日過ごすのに、まあ、ずれてくるところ、腰紐だけしてれば、今も私お部屋着なので腰紐1本と、あとはここに帯巻いてます。こんな感じで楽に着物を着ることができます。紐ギューとか、ここでプチプチとか止めたりとか全然しなくても着物っていいんです。そう思ったらちょっとやってみようかなって思って思いませんか。思ってほしいな。ぜひあなたもチャレンジしてみてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。最後までご覧いただきましてありがとうございました。